小泉一マの泉ちゃんいやというわけで泉ちゃん今日2本目ですで2本目ねさっきね富士通のお話し,しましたけど続きありますよタイトル「小泉の発言に議会大激怒」というわけでちょっとねお話聞いてくださいあのね富士通がそうやって悪さして指名手配になっちゃったっていう話ありますよねでもね 長野,市の長野市がね、この9月議会、最初、今日ね、きょう、きょう、きょ富士通との契約したからお金認めてくれろって、そういう議案出してきたんですよ、これ、市長の専決議案っていうんですけれども、これ補正予算ね、出してきたんです。で、冗談じゃないよっていうことで、小泉は、議案質疑しました。でね、 どういうふうになってるかっていうとちょっとねまとめてみました小泉さんあのこれね頑張ってね徹夜しましたからね徹夜は嘘ですけれども富士通との随契約の経過まとめでございますで公正取引委員会が7月12日で処分してで7月ね13日その翌日に長野市はもうね富士通と随契約3件もやっちゃってるんですよねまあまあこれはでもねちょっとしょうがないかもしれないあのー 12日にやるんだってことは長野市ね、前もって知ることできないからまたまたま13日になっちゃったんですよ、旦那って。それはしょうがないかもしれません。前からね、契約準備とかやってるからね。じゃあこれはしょうがないかもしれないけど、そのまた20日にね、もうさすがに12日あったってことはもう分かってるんだけど、またやっちゃいます富士通と随意契約。20日です。それから25日にもまた意見やってます。もう分かっているけどやめられない。 でね26日に入札参加停止とこれ長野県はね処分出してますよでそろそろやんの長野市だってやんなきゃまずいなって雰囲気になってきましたよね松本市もねあじゃあ県がやったかっつって指名停止27日にやるわけですよだけど長野市は27日にまたやってますこれ松本市がやった日に富士通と随意契約またやっちゃってます でこの日、長野市は専決処分っていうのもやってるんですね、さっき言いましたよね、専決処分って何かというと、本当は予算増やすのはね、議会が、我々議員がね、OK って議場で議決しなきゃできないんです、増やせないんです。だけど、あの急だからね、じゃあ、市長の権限でやっちゃって、後で議案に OK も学おうよ、そういうやり方もできなくはないんですね、これが専決処分です。 でアクネ市長が先決乱発して議会と対立したなんて話ありましたよねあれですよあれあれで議長じゃない市長の権限できちゃうでそれやっちゃった27日で28日じゃそろそろじゃあ格好形作りいきますかってことで指名停止審査委員会っていうのやってます28日ねでおちょ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 待って待ってまだあるんだけど29日長野市富士通と随意契約 またやってこれが先決処分したお金で予算増やしてやっちゃったのがこれなんですよね。でその直後8月1日にやっと長野氏指名停止しますっていうことなんですこの一連公正取引委員会が談合やったから富士通お前は課徴金よこせみたいな措置してからこっちずっと7本長野氏よくね。 やりましたね随意契約ですよしかも全部随意契約で富士通という1億1000万以上もこの間契約しちゃってますよくね、まあ、このね20日間ぐらいの間に7本ね契約よくまとめた一っ <laughs> でねよくまとめたって俺ね褒めて言ってませんからね言っときますけれどもよくそんな悪いことできたねってそういう意味ですよ でこれで絶対思うに駆け込みでやってんですよね。ちょっとじゃあ29日にあの28日か28日に審査委員会開いてじゃあ8月1日にはねやっちゃうからそれまでになんとかバタバタバタってやっちゃうね。それでどうしてもこれお金足りないけど煎処分でいいじゃん。それで議会なんか気がつかねえし黙っていらるやつ。そういう肌だと思えてしょうがない。で小泉はそういうい 発言したんです押したらね珍しく議会がね怒ったんですよね議会が珍しく怒ったって言っちゃいけないのかなそんな話聞いてねえよって言うんででね小泉ね議案質疑したんですよそしたらねスッと手を挙げた議員さんがいて「議長議事進行」つっ 俺んのかなってあの布目っていうね議員さんと目議員にね俺以前を怒られたんですよ討論やったんで、ね、そんなことを言う討論そんなこと討論やったら何事かっつってね なんか議会上委員会開かれちゃって、そじ議長小泉お前のでして議事録から削除しろって言えって、そういうところにまで追い込められちゃって、それが布目委員さんで、ちょっと俺ちょっとね、あのすいません、あの目見るちょっと苦手なんですけど、いや、嘘ですよ、布目議員はいい人です。で、その人がね、小泉の発言の後で、また入って手を挙げたからちょっとフラッシュバックしちゃったああ、なんかちょっとトナウマがよみがえってきたなと思ったら、休憩にしましょうって言うんですよ。ズルって。 ここ、ね、休憩にしましょうってのは議会では、ね、非常に大事なんですよ。ちょっと今の話すぐ決められねえからちょっとあの時間置いてくれやってそういうことなんですよね。でみんなぞろぞろ議場出てっちゃって小泉も出ちゃって市長は取り残されちゃって呆然と,しとそこにいましたけどな思いもよらない展開だから。でも自分の会派にねそれぞれ行政の担当職員呼びつけとかこれどうなってんだと小泉言ってることは本当なのか いてそれでまたぞろぞろ集まってきてどうしたかって議会運営委員会開いてじゃあこれはね今日議決するってことなの時やめましょうねそこまで怒っちゃった。で議会も壊せると怖いですよ長野市役所さん。議会ななめんなよに。